フジテレビの番組テラスハウスに出演したプロレスラーの木村花さんが SNS で誹謗中傷を受けた後に自殺した問題で母親の京子さんがフジテレビなどに損害賠償を求めて提訴しました夢を搾取されるようなことがこれ以上起きてほしくないと思うので提訴に踏み切ることを決めました 母親の京子さんは番組側が誹謗中傷への対策などの安全配慮義務を怠ったことが花さんの自殺につながったとして番組を制作したフジテレビや制作会社などに合わせておよそ1億4000万円の損害賠償を求めています。 訴状によりますと誹謗中傷を受け精神的に不安定になった花さんがリストカットしたことなどを番組側が把握していたにもかかわらず十分な対策を取らなかったなどとしています。